おどうす。おどうす。おどうす。あれ、今年も、はい、今年も今年もですね。今年、ちょっと1年、この時期がやってきました。はい、ちょっと1年前思い出しますね。はい、だと、三尾さん。はい、今年も、港屋さんに、はい、戸田寮、はい、二軍紹介っていうのをやっていただこうかなと思う。反感の。またですか。反感の企画でやってきたんですけども。来ましたか。いかがでしょうか。いやー、でも去年やりましたよね、あれ。去年、去年も大好評だったので、本当ですか。全ての動画の中で一番視聴されて、一、はい、番。一番です。おそして、はい、打倒宮さんとおっしゃってたのが、うんうん、見事。完全勝利です。達成しました。はい、それで今年も。ということで、はい、今年も、まあはい、あの二軍の、うん施設であったりとか、はいはい、戸田寮ファームを、うん、ぜひご紹介いただきたいなと思うんですけども。なるほど。はい、いやーでも、まあ、去年やりましたしね、まあ、あんまり変わったことないんで、はい、なんか同じことやっても、はい、なんか面白くないかなっていうのもあるんで、はい、そうだな。今年あの、チームで、縁の下の力持ちとかやってたじゃないですか。東鉄工業さん。そうそうそう、はい。あの企画。あれを、ファームにもいるんですよ。うちのスタッフで。一人。縁の下の力持ちの。まさしく縁の下の力持ち。そう。で、ちょうど去年現役から上がって、はい、今年スタッフ1年目で、中澤さんなんですけど。中澤さん。中澤さんに、密着。はい、どうですか？面白いですね。ファンも、ファンも多いんで。あ、ちょ、ほら、来てる。おはようございます。中澤さん、密着。密着？密着。やりましょう、今日。密着。密着。やんの？いや、誰が？中澤さんに。俺が？そう。一人で？縁の下の力持ちですよね。やんの？あ、うん、それはもちろん。うん。そうですよね。今年から、はい、マネージャーをされているという中澤さんに、はい、今日一日密着させていただこうと思ってます。本当ですか？働きぶりを見させていただければと思います。一生懸命働きます。よろしくお願いします。お願いします。頑張りましょう。あざす、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 あざす。はい。時間は45分で。45多分やる。で帰ってきたらホワイトボード書いて、昼飯の調整して。皆さん、もういつも通りやってくださいよ。いつも通りだ。マジだ。はい、行きますよ。はい。ね、いいのか。まあとりあえずミーティングやって、うん、で監督を送って、でホワイトボード書いて、であとちょっとミーティングもしましょうか。これからの調整を。そうですね。はい。ね、今からあのコーチミーティングに行ってきます。はい。行きます。おはようございます。おはようございます。竹内さんです。これ入ってます。頭。回ってます、回ってます。おはようござい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 ます。よし。はい。中田さん、これから次の予定はどんな感じでしょうか。今コーチミーティング終わりまして、次は監督をグラウンドに送ってきます。50分。50分に出発です。はい。行ってきます。お願いします。車こっち、駐車場。出発します。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ガン切った。はい、昨日切ってきました。すみません、ありがとうございます。え、マット優勝してんの？投げた？13年投げた？前優勝した時は、うん、日本シリーズ2試合。投げた？はい。立派だよね。いや、もちろん。経験が財産だから、はい、優勝しないで辞めていく選手もたくさんいるはずだから、ね、はい、その中でも優勝でき投げれたっていうのがすごい、はい、すごい嬉しいですね今思うと。はい、はい、はい、かー出す。はい、お疲れ様。はい、ありがとう。よっしゃ、よし。さん、今日の一日の流れ、マネージャーとしてのお仕事を教えていただけますか。はい、今日まず朝のコーチミーティングで、コーチと今日の練習のメニューの確認と連絡事項をチェックして、それからは、
まあ、今日バッティングピッチャーもするかもしれないので、その準備も少しして。あ、中澤さんが投げられる。そうですね、コーチからご指名があれば。まだ体元気なのでバッターに向かって投げてます。はい、マネージャー兼バッピーです。はい、そうですね、はいはい、その後は寮に帰ってホワイトボードに来月のスケジュール、球団スケジュールなどがまだ残っているので、それをホワイトボードに書いて選手にお知らせするっていうことをやります。あと年明けの入寮の準備をマネージャーと話し合ってこれから調整していきたいと思っています。そういう感じで今日は一日仕事をしていきます。はい、松健さんです。鉄すぐ逃げるよね。小野寺コーチです。何の紹介だよ。みんな逃げていくんですもん。尾形コーチです。ピンマークつけてる。はい、どこ。うわ、尾形コーチです。いつも座ってるのに今日は立ってます。なんでですか。ちょっと逃げないでよ。怖かったから一回バンバン持ってそれ出ると思ったらスルーして、はい、っていうレベルだった。はいはいはい。じゃ。いやいやいや、打てないっす。当たんないっす。あんす。なんパス。伸ばしていく。手作るじゃないですか。はい、5回、5回。壁当て、そうね。どこにしよう。そうだね、ミナトとキャッチボールしようかな。準備しながら質問させてもらって。ああ、OK です、OK です。週に1回ぐらいですかね。週に1回ぐらい。はい、あのシーズン中は相手の先発が左の時とか、その時に投げさせてもらってます。はい、ご指名いただきます。バッター4人とか投げるんで、まあ15分か20分ぐらい投げてます。一箱まではいかないですけど、まあ100球ぐらい投げてるかもしれないですね。いや、それがトレーニング全くしてなくて、たまに腕立てとか家帰ってやったりしてます。あのやめてしばらく動いてなかったんで、その時久しぶりにキャッチボールした時はもう肩痛くて、現役の時に感じたことのない痛みを違った痛み、はい、感じてました。相手に気持ちよく打ってもらいたいと思って投げるんで、なんかたまにちょっとあれ力の入れ具合どうすればいいんだとか、はい、いろいろ考えるんですけど、はい、そうするとちょっとあの思ったように投げれない時あるんで、あの今はファール取ってやるぐらいの感じで投げたらちょうどいい感じに打ってもらえるんで、あんまりあのみんな結構現役かぶってて、はい、あんまり言ってこない。気使ってもらってます。まだあるよ。いや、戸田だけじゃないですね。ナックル。
たまにスライダーお願いしますって言われるんですけど、ナックルを今練習してます。振ってないですね。そうなんですよ、現役の時練習してて、でもナックル投げて打たれたらなんか怒られそうな気がして投げれなかったって。あーそうですね、なんか手でコントロールしちゃったりするんで。結構若い選手とかはこの1年目の選手とか入ってきた時と今ではもう全然違ったりしてるんで、はい、見てて楽しいっすね。つけないじゃないですか。あ、つけないですね。つけずに。いや、でも逆に何も持ってないと、そうやったらグローブつけたい。でもボール持ってるとなんか2個ぐらい持つとちょうどいい感じになって。でも一軍はみんなグローブつけるんですけどね。はい、バッティングピッチャーはあんま投げすぎてちょっと疲れそうなんで、一旦ここまで行ってきますって感じで。頑張れ。5歳ぐらい年取って帰ってきました顔が。お疲れ様でした。結構ストライク入ってたんで、まあ、満足です。はい、なるべくバッターに最初から最後までボール見えるようにバッターにまず見せてからそこから投げるようにしてます。はい、バッタータイミング取りやすいように現役と逆の発想でやってます。はい、今はなんか打たれると逆に気持ちいいみたいな感じなので、浜田みたいに打った瞬間の打球は投げていて気持ちいいです。はい、そうですね、今その感情は全く起きてこないですね。はい、はい、ありがとうございます。今年から育成担当が新設されて、その初代育成担当竹内真一です。よかった。ありがとうございます。それがなくなったらもう何のピッチャーだったか分からなくなっちゃう。そうでしょ。意識してんの。ちょっと。本当のストライクですかね。マジで。よかった。うん。汗かいてないし。そうなの。代謝が悪いの。運動してないから。はい、宮古町。宮古町です。おはよう。おはよう。あ、おはようます。カメラあるとこに来るな、やっぱ。うん、ここあれでしょ、ファン感謝でのあれね。あ、さすが。違います。
いや、やっぱ働いてるんでしょ、今ね。違うらしい。今も投げてましたもんね、だってね。うん、中澤さんマネージャー。いい球投げてましたね、やっぱり、ね。あ、じゃあそうや。打ち合わせだと思う。打ち合わせだと、選手が。そっちのコーナーじゃないんだよ、ね。あ、そっちのコーナーじゃない。呼ばれたから来たんだけだよ、俺は。爪痕残してきます、ね。当たり前じゃん。ちょっとでも出ていくよ、俺は。皆さん、やっぱユニフォーム似合いますね。やめてよ、たまにしか着ないんだからさ。似合う、似合う、やっぱり。うん、ありがとう、ありがとう。野球人、野球人。褒め言葉だね、それね。うん、そう。うん、もう太ったね、ちょっと。太ってないっすよ。あ、太ってない、うん、痩せましたよ。もう痩せた方がいいんじゃない。はい、宮川コーチ。いや、よかった、やっぱ打ちやすだったよ。でも俺、宮沢にはコントロールは、うん、宮沢にはインコースのシュートしか投げなかったから。やめてよ、そういうの、お前。今度ここだから、その着点は着地点はここだから、お前ダメだよ、お前、そんな投げたら。一回、神宮ツアーやったらどうですか。いや、やってくれって言われたらやるよ、そりゃやってくれって言われたらやるけど、お呼びかかんないから、もう重要的な、うん、もう重要がないよ。供給できない、そしたらお前一人でここがベンチでなんて言ったら、お前もうおかしいやつだろ。俺まだ時間あるんで。まだ時間ある、うん、いける。当日でもいいよ、もはや。もう一人でやってくれよ、そしたら。うん、やりましょう。入ってこいよ、お前、話に。めんどくさいですもん、宮さん。めんどくさいって言うんだから、もう俺がめんどくさいみたいな。お前カメラ向けられたら喋んなきゃいけないから、やっぱさ慣れてるよ。だって俺喋んない、筆算の人間と俺喋ってんだから、一人で。俺、お前、まあまあ、うん、それは喋れるよ。人間鳥か、あれや。うん、下の鳥と。大丈夫です、これ独り言なんで大丈夫です、気にしなくて。あ、本当。ジュニアの選手ですか。え、やめらんやめらんやめらん。まあ確かに俺よりでかいやついるけど。あ、いる、うん、いるいる。174センチがいるから、半端じゃないよ。うん、やばい、もうみんなでかいもん。皆さん何センチですか。168センチです。68キロ。体重変わんないよ、やめて2年経っても。マジですか。当たり前じゃん、走ってっから俺。今日まさに10キロしてきたよ。逆に現役の時何もしなかった説。それはダメだろ。やってたよ、一応俺、お前。始まって4ヶ月、あの、ね、選手たちはあの一生懸命頑張ってますので、ね、選手の力に少しもなれるように、頑張ってます、ね。まあ、今ね、2連覇できてて、3連覇目指せるのはヤクルトスワローズしかいませんです。なので、しっかりね、目指して頑張っていきたいと思います。皆さん、よろしくお願いします。タイミング。まあまあ、入るよ、お前の回なんだから。中澤、皆さんいいっすよ。似合う似合う、カメラ向けられてんの。欲しいでしょ。はい、もう次行きましょうか、もうね。うん、じゃあ次のコーナーへの振りしといてもらっていいですか。うん、じゃあお次にどうぞ。決して滑ってないですよ。笑いが起こってますから今ね。セーフってことね。はい、いいっすか。ありがとうございます。ありがとうございます。球場での練習が終わりましたので、寮に戻ります。以上です。お願いします。名前は、石田正幸と申します。アスレティックトレーナーという仕事で、あのトレーナーの、仕事をしています。はい、今、はい、2軍の担当です。今年1年目です。去年までは、自転車競技というあのスポーツを担当していて、じゃあのナショナルチームの方で一応担当はしていました。で、僕自身あの野球やってたので、なんかすごく懐かしいなっていうところもあったりとか、ラミ的にはやっぱ裏方、同じ裏方としてっていうところもあるので、結構裏で結構あの仕事の話だったりとかで、自分もまあお互い1年目だっていうのもあるので、まあ、結構あのお互いにこう
まあ、助け合いってわけではいけないですけども、まあ、結構アドバイスをいただいたりとか、結構自分的には助かってます。はい。そうですね。大変な仕事なんですけど、でもそれでも、やっぱこう、明るく、やっぱ仕事をするっていうのが僕の、まあ、大事なところでもあるし、まあ、それも、中澤さんと一緒に楽しくできていて、いい雰囲気で、仕事させてもらってます。はい。僕にとっては大事な存在かなとは思ってます。最初は全くその、まあ、選手だったっていうところちょっと正直僕存じ上げてなくて、普通のそのマネージャーの業をされている方だったと思い込んでるくらい、まあ、普通に業務をこなされてるなっていうふうに思ったので、そんな選手だったとかそういうあんまり感じさせないっていうか。ちょっと待って、時間なんで何をしてるんですか。見たら分かるでしょ、ランニングです。練習終わりましたけど、すいません、ちょっとサイトで食べ過ぎたんで、ね、ちょっと落としてます。お肉落としてます。あと何分あるんですか。15分ぐらい。すいません。寮戻ってきたんで、中澤さん、寮でやる系の仕事をやりましょうか。やりますか。やろう。で、戻ってきたんで、今後のスケジュールを、夜またボードに書いておいていただきたいんですよ。オッケーオッケー。来月、まあ、来週か、のところと、あとファン間の動きとか、あと球団行事系全部書いてもらって、で、休みも書いてもらって、で、今日監督が話して新しく決まったこと多分あるっぽいんで、後で工事室行って、それ見て、書いておいてもらいたいっていうのと、あと何でしたっけ、今日やること。今日やることね、あと帰ってきたばっかだから、荷物を、荷物ちょっとまだ1階に結構あったんで、あれをちょっと明日ぐらいにアナウンスして、持って帰ってくださいっていう、案内をしていただきたいのと、あとは、新入団か、そうですね、入寮が1月の頭にあるんで、ちょっと麻生さんとかと話してもらって、ベッドの話とか、これ持ってきてくださいとか準備物の話がいろいろあるんで、それをちょっと後で話しましょう。それ初めてですもんね。そうですよね。なんかいろいろあるんですよ、これ持ってきてくださいとか、書類なんだろう、保険これ抜けてくださいとか、いろいろちょっと細々したのあるんで、それをちょっとやりましょうか。OK。で、麻生だけでいい。とりあえず大丈夫です。はい、麻生さん。で、最終的には熊田さんに聞いて、チェックもらうという感じかな。なんか球場とか、寮とかでなんか変なとこないですか？帰ってきて。壊れてるところとか。壊れてるとこ、なんかあったかな。今日は、電気もしっかりついてたし。今のとこなさそうですよね。ね。大丈夫か。まあ、明日また見て何かあったら買いましょう。OK です。はい。練習メニューなんですよ。毎回マネージャーが作ってて、で、いつも私がやってたんですけど、今回の秋のところから中澤さんにやってもらってて、ね。時間をかけて、だいぶ早くなったかな。最初どんぐらいかかってましたっけ？2時間とか。2時間。3時間ぐらい。だいぶもうね、半分ぐらいまで行きましたよね。なんか一発見せます、じゃあ。セルの結合とかやってもらって。大技。そうなんですよ。そのレベルなんで優秀やな。シャキッとします。うん、その顔見ると。誰ですか、それは。竹内。おはようございます。港屋書いちゃう。
います。いや、落書きで書いてたぐらいですね。港屋を書いてたんですよ、港屋マネージャーを。そうなんです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。そうですね。あの練習日はもう一緒で、あの試合日は試合日で同じ流れになるので、もうシーズン入っちゃえばあの一連の流れで試合の流れで入って、また練習周期練習とか入れば今度練習の流れでずっとやるので、あんまり変わらずできてます。はい。そうですね。選手の時はやっぱりあの自分のことを常に考えながらできたんですけど、まあ、今はあのチームのことを考えてまずは動かなきゃいけないっていうのと、あと監督コーチとしっかり連携を取らないとそのスケジュールもしっかり選手に向けて出せないので、まあ、そこは今難しいなと思ってやってます。そうですね、まあ、最初、まあ、1ヶ月間はまあ不思議な感じというか何していいんだろうっていうか迷いながらやってたんで、まあそれも港屋マネージャーが一つ一つ教えてくれてたんで、まあそれを参考にしながら少しずつ一歩一歩やっていこうかなと思ってやってました。1月入ってから、はい、あのまあ新入団の選手も入寮してきて、その時からあのマネージャーについて一緒に行動するようになりました。はい。そうですね。まあ、選手時代からマネージャーとして見てて、まあ、年齢も10個ぐらい違うんですけど、もうものすごくしっかりしてて、もう兄貴みたいな存在で、ちょっと頼りにしすぎてるかなってぐらい頼りにしてます。はい。そうですね。選手の時は全然見えてない部分もあったんですけど、でも選手として感じたのは、スムーズに何でもスケジュールとかも明確に教えてくれて、もう動きやすいっていうのが一番だったので、それが今の立場になるとそれをやらなきゃいけないっていうことで事細かにやっていかないと、そういううまく選手に伝えていけないんだなと思って、今そこがもう本当に大変だなと思って感じています。はい。まあ、最近まで周期練習があって、その時にその日のうちに次の日の練習メニューを監督コーチと話し合って決めるんですけど、まあ、そこでしっかり話をして決めるんですけど、それを今度選手に伝える難しさ、どうやって伝えれば分かりやすく伝わるかなっていうのを常に考えて今はやってます。はい。今は資料をまず作るんですけど、その資料の作り方も見やすくするとか、選手の動きがしっかり分かるように時間をしっかりつけて、移動の時間も考えながら時間配分をするとか、そういうのもやってました。そうですね、初めて作ってみました。はい。そうですね、1年間ちょっとパソコンを少しずつ、はい、使うようになって、まあ、やっとスケジュールを作れるようになりました。まあ社会人の時はパソコンはあったんですけど、特にそういう重要な資料作成とかもあまりなかったので、それが今は毎日大事になってくるので緊張しながら打ってます。そうですね、資料作成するにあたってやっぱ監督コーチとコミュニケーションも取らなきゃいけないですけど、まあ、少しずつコミュニケーション取りやすくなってきてるので、もうそういう点では本当にやればやるほど監督コーチともいろんな話できるんじゃないかなと思って、毎日楽しみにします。はい。そうですね、最初あまり何もできない感じで入ったので、まあ少しずつできることが増えてるのは、まあ楽しみとして増えてってる感じですね。はい。まあ、できないことができるようになる喜び、そういうのが日々感じることができることがあるので、まあ、それはすごい自分にとって毎日毎日
嬉しく思ってます。はい、まず去年まで現役だったので、まあ、一緒にやってた選手がまだ半分以上いるんですかね。なのでただの挨拶だけじゃなくて他にもなんか違ったたわいもない話をしながらワイワイしながら楽しくできてるかなと思ってます。はい、まあ、楽しくやること自体はすごくいいことだと思ってるので、まあ、そういうことはどんどんコミュニケーション取りながらやっていかなきゃいけないなと思ってるんですけど、でも2軍という環境でやっぱり挨拶とかそういうことはしっかりやっていかないと、これからヤクルト以外の人に会った時にやっぱりしっかり挨拶や返事などをしっかりできていかないと、やっぱり周りからヤクルトはどうなんだと言われてしまうので、やっぱりそこはしっかり教育していかなきゃいけないなとは思ってます。そうですね、今は、まあ、自分の仕事で、まあ、精一杯な部分あるんですけど、まあ、僕のやれる仕事の範囲を少しでも広げて、まあ、港やマネージャーに少し負担を減らせれるような、そうすればまたお互いにプラスの意見というかプラスアルファの部分が出てくればもっと2軍のことを考えていけるんじゃないかなと思ってます。やっぱりここ2軍から1軍に行くことはもうやっぱ選手はもう張り切って1軍に行くので、もう背中を押すだけでいいんですけど、やっぱり1軍から2軍に落ちてきた時なんかはやっぱりどうしてもショックとか悔しい気持ちで降りてくる選手が多いので、やっぱそういう時にどうすればまた2軍でしっかり気持ちを入れ直してできるかっていうのを考えるのはちょっと難しいですけど、しっかりそこは話すようにして、また一からやっていこうっていう話は、まあコーチじゃないんですけどちょっとは話はさせてもらってます。はい、そうですね、現役11年させてもらって、しかもプロ野球に入れてもらったのがこのヤクルト球団ということで、まあ、しっかりプレーをさせていただいた分、まあ、自分としてはその恩返しとしてできる限り精一杯、今度は逆に選手のサポートをして少しでもチームがいい状況になるようにとは思ってます。はい、そうですね、今年1年間2軍にいて、今年から育成に関しては力を入れ始めて、若手が春から、まあ、現在すごい成長しているのを感じているので、まあ、すぐにとは言わないですけど、まあ、これから何年もかけて一軍ですぐに通用する選手がもうどんどん出てくるんじゃないかなと思って、すごい楽しみな気持ちでいっぱいなので、ぜひ戸田にも足を運んでいただいて、どんどんその成長する期待の若手を見てほしいなと思ってます。そうですね、カメラ向けられるとちょっと緊張しちゃうんで、なんかいろいろ考えなきゃいけないなとか思っちゃうんですけど、選手自体はどちらかというと思ったことをパッと言えばよかったんですけど、今ちょっとしっかり言葉を選ばなきゃいけないんでちょっと緊張してます。はい、緊張しました。ありがとうございます。はい、ですね、そうなんですよ、前段から言うと今日小山田さんは取ってないかな、小山田さんブルペンキャッチャー取ってないか、まあ、去年から、小山田さんをブルペンキャッチャーと兼務でマネージャー、サブマネージャーという形でやっていただいてて、まあ、小山田さんもすごい男気ある方でもう大変助かってたんですけど、まあ、そこに中澤さんが今年来てくれて、まあ、3人体制でやってるっていう感じですね。いや本当に、まあ、年の話も今出ましたけど、選手時代からすごい私がリスペクトしている方だったので本当に人間性も素晴らしくて、まずはその中澤さんと一緒にファームで仕事ができるっていうのは、まあ率直に嬉しかったですし、まあ就任当初やっぱり2人で、まあ、3人でか小山さん含めて一緒に頑張っていきましょうっていう話は何回もさせてもらったんですけど、もう年齢も10個離れてるっていうのを感じない、私が感じないっていうのはやっぱり中澤さんの人柄であったりこのやりやすい雰囲気を作ってくれてるっていうところだと思うんで、本当にまあ、素晴らしい方だなと思いますね。まあ、でも結構中澤さんも本当に周りはしっかり見えている方で、今日と話しててもなんていうんですかね、
柔らかいと思うんですけど、きちっと締めるとこは締めてるので、まあ、いろんなマネージャーのタイプもあると思うんで、とりあえずまずは仕事を、まあ、一日でも早く覚えていただいて、中田さんの色をつけていってもらえればなとは思ってますね。まああんまり、まあ、私もね全然まだまだなんで、これと言ってはないんですけど、まあ、まず本人が最初不安に思ってたところが多々あったので仕事できるかなとか、まあ、その時言ってたのは、まあ、私との違いは多分知ってるか知らないかですよっていうだけだと思うんで、仕事を知ってるかどうかとか、これがこうするんだああするんだっていうのを知らないっていうだけだと思うんで、まずは覚えて、そうすればもう中田さん現役時代にいろいろ選手側として感じてた部分も多々あると思うんで、それで自分なりの色をつけていけばいいんじゃないですかねみたいな話をしたんで、もう全然こうした方がいいっていうのも全然ないですね。あ、そうですね、やっぱりまずはもう事故なく、スムーズに円滑できるようにしましょうっていうのが一つ、それがやっぱりマネージャーの仕事ですよねって話は常々してます。まあ、その上でプラスアルファ、今までできていなかったところとか手の届かなかったところとかもチャレンジして、3人だからできることはどんどんチャレンジして、まあ、一番ね、12球年ありますけど一番いいファームを作りましょうっていうのは、3人で話してますね。そうですね、まあ、3年3シーズンやらせていただいて、まあ、いろいろね、もっとこうしたいああしたいっていうのは自分の中ではまあありまして、もちろんまずは、事故なく事件なくスムーズに回すっていうのが一つですけど、プラスアルファはもっとこうしたいああしたいっていうのはあるんで、それを来年一つでも、やっていけたらなっていうのは結構何個か野望はあります。お疲れ様でした。お疲れ様です。あ、おかえりなさい。どうでした？いやー、もう緊張しちゃって。緊張した？本当ですか？いや、カメラ向けられると、はい、恥ずかしくて何も喋れない。いや、慣れてるんじゃないですかカメラ。いや、現役時代はね、うん、中継ぎだとあんまりカメラ当たらない。向けられる。またまた。バッチリ喋れました。いや、ちょっとだけ、本当にちょっとだけだけど、編集でいい感じにやってもらいましょう。あ、はい、うん、あ、そう、中継ぎ。まだまだあります。実は、あ、ちょっと立ってもらって、実はですね、うん、今日こんな感じで、うん、縁の下の力持ちっていうテーマで、うん、今日ちょっとやらせてもらってまして、はい、そういった中での密着っていうことでした。そういうことですか。そう、縁の下の力持ちなんで、ということで、東鉄工業プレゼンツ、うん、縁の下の力持ち賞、これを中田さんに渡します。ありがとうございます。はい、では来年意気込みを、はい、今年1年、サポート側に回って、縁の下の力持ちにをやらせていただきましたけど、来年はさらに縁の下の力持ちになれるように頑張ります。また2軍にも応援しに見に来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。